こんばんゆうすよろしくお願いします。えそして白鵬さんこんばんゆうす来てくれてありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして国分活中のシナーソマリスキランチィチさんこんにちこんばんゆうすありがとうございます。こんばんゆうす,すよろしくお願いいたします。はいお大変ですねってことでそうですねちょっとあのー、でもまあやるしかないぞという精神でやろうかなと思います。 でもピンチはピンチを呼ぶというか今ねあのー、なんだろういろいろちょっと調べ物をしてたんですけどでもねそれをちょっと皆さんにも聞きたいことがあるけど聞いちゃうと明日のネタバレになっちゃうから聞けないっていうちょっと今すごい複雑な気持ちでいたんですけどもねなんかすごいちょっとね明日あのラジオがスタートするんですけどその。 準備が <laughs> ねえなかなかちょっと手ごわい問題を今抱えていてちょっと今ねでもこの時間帯ぐらいしかちょっとあれだったので今無理やりごめんなさいこんな急だったのに配信してしまってっていうそういう感じでございます。ねえなんか ままああででもそういうい時ってたまにあるんですよねなんかこう急だなーって時に、えー、バタバタしてしまうのって重なってしまうので、えー、めげずに準備をしたいいと思いますでも台本も書けたはずだしちょっと確認もできたはずだし音源も大丈夫だと思うちゃんと流れればあとはそうですねフリップも大丈夫なはず。 と考えたらあとはその企画で使うものがあと無事になんとかなればもう私の勝利だと思う思うんですが <laughs> ちょっとまだハラハラしているというそういうねそんな感じではございますでも多分私の勝利だと思っておりますねえなんか私すごい不器用なのでなかなかねその自分で何かするの難しいんですがでも 今回はね。あの1つ一つしっかりと準備をして、皆さんにもね。あの川柳とかご協力いただいているので、えそちらの方もいい感じにね。こう出していきたいなっていう風にご紹介していきたいなっていう風に思っております。とはいえ、ちょっとこの時間になってしまってびっくりしてます。やばい、どうしよう。ちょっと緊張しますね。そうなんか、いろんな意味でハラハラしてます。 ねえちょっと明日最後の準備物を朝一番でちょっとね調達しないといけないものもあるのでちょっと朝一で頑張ろうかなっていうふうに思いますはいそしてですねえー、っとですねどこまで読んだかなえっとあ声だけの良さには間違いなく激変すぎてつるたんということで光弘さんありがとうございますよろしくお願いします ちょっとでも声聞けるだけでも嬉しいよってことで嬉しいおコメントありがとうございます赤羽さんありがたき幸せですすいませんありがとうございます星投げゆっさんしましたってことでありがとうございます光弘さんありがたきです本当につい長い名前で挨拶の間違いを即 人に直しながらお邪魔しておりますということで <laughs> ありがとうございますいつもあの身をもって読ませていただいておりますあパン屋のかつたんさんこんばんゆすありがとうございますこんばんゆす今夜もよろしくお願いいたしますギリギリまで作業されているんですねっていうことでそうですねなんかそうなってしまったというかなってしまいましたでもねなんかバタバタしちゃったほんと今日。 そうまあ、でも別に今日だけで準備してたわけじゃないんですけどあの今週はずっと準備してたけどなんか、ね、ちょっと変更とかってさなんか何事もあると思うんですねで焦りました非常に頑張ろうと思いますわあと思って頭がパンク仕掛けた終わるように祈ってますということで、ね、終わらないと明日放送できないので頑張りますね 明日はクロス FM 行ここうかなってことでねえぜひ遊びに来てください赤羽さんもねちらりとふらりと立ち寄ってもらえるだけでもすごいありがたいですねえっとユッさんの勝ちいや勝ちます勝,勝たなくちゃ絶対にねでもなんかねやっぱ初めてだからねこれで大丈夫かなっていうのがちょっとドキドキ正直そう全部。 かなり大荷物ですよでもいやかなりでもないかプチ大荷物プチプチ大荷物って感じですでも大丈夫だと思う私何でも忘れ物しやすいからね今何回も何回も大雑把だから考えてあの準備をして忘れ物がないように確認してますめっちゃプリントすった後 <laughs> プリントすみましたすごく大丈夫だと思います ゆすさんも劇科窓も全て優勝ありがとうございます光広さんそう言いに言ってくださってありがたきですほんと川柳難しいあ川柳ねなんか難しいかもしれないですけどなんかあのーまあ、メッセージテーマは来月から募集するとして、まあ、今回はちょっと趣向を変えてやってみようかなってことでそうなりましたゆすさんが全て準備用意してるんですかってことで。 なんか結果的にそうなってる感じではあるんですけどもでもあのまあなんか自分でできることは自分でやってみようかなっていう気持ちもあるしまあ自分でやらせてもらう番組なのでねなんかでもまあ別に例えば何か起こっちゃったとしてもまあ 明日の風は明日吹くのでねまあキャンディーゴーゴーの皆さんもいるし見に来てくださる皆さんもいるのでえー、まあ生配信とはいえなん来るないさーみたいななんとかなるさの精神で頑張っていきたいなっていうふうに思います多分大丈夫かなとまあ本番本番やばいってことそんなのなかった人生だから大丈夫だと思います えっと、僕がユシさんを愛を放射するとガラスが温まりますあすごそう本当になんかあのなんかガラスのね耐熱のガラスだったとしてもすごい透けて暖かくなりそうですごいありがたく心強いなと思いますパーソナリティでって大変なんですねってことでそうなのかな分かんないですでもみんなにとっては他の方にとってはそんな大変じゃないことだと思うというか自然にできることなんでしょうけど 私はそんな風にはいかないのでハラハラしてるっていうだけです。ね私今まで文化放送のペーパーアイドルをラジオ公開収録でやらせてもらってたんですけどその時はそうですねなんか全部放送作作家の方とかがこう構成とかかが構成を作って,くださっていたんな、ねあのー、何だろう事前に台本もらってそれを読んでおいて、まあ、準備しておこうみたいな感じかな。 そうだからなんだろうリハーサルあ若干打ち合わせをしてでもなんか安心感がすごいあったんですよやはりでもなんかその時にスタッフさんたちその文化放送の方々があこんななんだろう気遣いとこんな思いをして準備してくださってたんだなってことをなんかここ1週間めっちゃ痛感してる <laughs> してますね。なんか考えてみたら だから「わあ」って自分できないこといっぱいあるんですけどなんかこんなにねたくさんのことをしてくださってたんだなってすごい思いましたと実感しております、ね。台本するのもめっちゃなんか間違えてしまってなんかちゃんとす。かった最初えっ <laughs> と思ってびっくりしました「めっちゃ出しちゃった」みたいに思って。 間違えましたよねだから「学びました」「あーって「2アップこうなんだな」みたいな「<laughs> やばい全部間違えて出しちゃった」とか「裏表にやっちゃいけないの裏表になっちゃったな」とかえー、めっちゃ「ねやっちゃった」って感じですがまあ私らしいとは 私ららしいいななって思いながらでも資源の無駄遣いしないように、えー、再利用しながら <laughs> やりたいなと思いますはい、まあ、何かあったらキャンディーさんに任せましょうってことで、えー、任せますでもキャンディーの皆さんに任せたらあのすごい私はいじられていじられまくりそうなので。 頑張ってあのそれを阻止したいと思いますえ楽しむのが一番ですよっていうことでそうですね楽しむ余裕があるか今あんま読めないですけど頑張りたいと思いますちょっと人には頼らずねそのいい意味であ聞きますの神様ありがとうございますすごい嬉しいですチラリとありがとうございますよろしくお願いします今回のラジオユスさん主導なんですかねっていうことでえもうゼロから私 な気がします。なんかどうなんだろう？でもえだって。全部書いたもん。本当に。<laughs> であ、でももちろんあの構成確認とかしてもらったんですけど。そうですね。だって、台本も全部自分で持っていきます。そう、準備物も全部自分で用意したので、そういう意味ではあのある意味、私主導なのかな？みたいなっていう感じですかね？ だから私が忘れ物したら全部終わる明日やばっみたいな <laughs> そういう感じですハラハラしますけどまあでも多分私や,すたやらかすタイプなので、まあ、全然いつもやらかすのでやらかすんでしょうねきっとりん <laughs> リンさんが暴走しないようにしてねそれは止められないです助けてほしいです逆にでもみんなさんにガラスの向こうでは助けられないからなんとか阻止しますね やっぱちょっとメンバーの中でねちょっとあの味方を作っておいてね頑張りたいと思います資源の無駄遣いうわでも資源の無駄遣いをしないように気をつけます間違えいから学ぶことは多いですパンを作っててそれを痛感しますってことであのパン作りもねなんかあのいろんなステップがあって作られてると思うんですいろんな過程があると思うんですけどもね、うん でも私のね間違いとミスはね超初歩的なのでね全然あの日じゃないんですけど申し訳ないぐらいなんですけどもね学びは多いなと思います。ね今夜の今回の経験でレベルアップですね。<laughs> そうですね <laughs>、はいできる。できるようにレベルアップできるように頑張りたいなとと思いいます。とりあえずなんか眠れるようにはしたいと思います。 YM さんこんばんんんここばばすすありがとうございますこんばんいままよろししくお願いします緊張って成長痛って誰かが言ってたなってことであなるほどすごいあのな,んあなるほどですね成長痛と言うと確かになんかめちゃくちゃこう励みになりますねなんかいいお言葉ですねそれは確かに。 さんすごいないや全然すごくはないんですけどでも独りよがりの,らあの番組にならないように <laughs> したいなというふうに思うのではい、その辺はあの頑張りたいなと思います。<laughs> はい、SIR んの時はあまり行けてなかったので今回は観覧行きたしたいですということで是非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 お待ちしております。ね、キャン アンディストの皆さんもきっと明日たくさんね来てくださると思うんですけどもねあの皆さんと一緒にね温かい番組にしていきたいなっていうふうに思いますあそうとりあえずでもねそう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 何て言うんだろうあ,でもあんま言えないわ今言いそうになったけどダメだダメだ言えない言えない明日ぱパッて見てあそうなんだって思ったりああこういう感じなんだわあみたいな感じでいきたいのでちょっと。 何でも口走っちゃうけど今は口走らないように気をつけていきたいと思いますいやーと思っていやー頑張るぞーうわ日でも物理的な不安の方が大きいんですよね実はあのトークとかは。 そんなに緊張しなないいってううかそうだな緊張するかなライブは緊張するけどそんななんか MC で緊張はそんなないんですがただ物理的なものに関して実はあのねピンチがあってそっちの方緊張ですね今 <laughs> 大丈夫かな <laughs> それがねっつってでも明日はちゃんとうんなんか 急に必要なものとかがちょっと生まれちゃったので朝一頑張ろうかなとそう,そういう系ねそういう系頑張ろうかなと思います大丈夫ですよしちゃんならできます自分はできる自分はできると思い込みましょうそうですね明日大丈夫だと <laughs> はいこの確信に変えて頑張りたいと思います気になりますねねえ本当にね私も気になりますもん私もまだ見ぬものがあるのではい頑張ろうと 僕はユスさんで気持ちを集中しますいやー気持ち集中ありがとうございます本当にありがたきです毎日アイドル180間違えた84です <laughs> 盛りすぎたごめんなさいありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますはいあよっちゃんこんばんユスありがとうございますこんばんユスお願いしますもう時間ですよ頑張ってねってことであそうでしたそうそうちょっとこの後 あの7日のレッスンをしていこうかなと思いますのですいませんだからちょっとこの時間になっちゃったんですけども、ね、それでも聞きに来てくださってありがとうございますはいよいしょ、えっと、寝る前に持っていくものを玄関に置くとかってことでそうですね玄関に置いとかないと絶対にミスは許されないからものに関しては特にね頑張りたいと思います はらはらでですねそう明日の告知もうもうほんと明日と7日の告知だけ言っとこうと思うんですけど明日は14時から渋谷クロス FM さんにて「えー、宮益坂書店」というラジオ番組がスタートさせていただきます。はいで特典会もあるので約1時間ですね15時からもありますので皆さんには、えー、もう是非。 観覧無料で見れますので来てほしいなっていうふうに思っておりますでもあのこちらの番組に関しては渋谷クロス FM さんの公式サイトからもチェッキングできますので是非、はい、映像と音声両方ともに楽しめる番組なので見てもらいたいなっていうふうに思いますでゲストはキャンディー5ー,ーの皆さんですねどんな感じのテンションで来てくれるのかちょっとハラハラする。 どんな感じですかね絶対に私はいじられないように気をつけながら頑張りたいと思いますはい、ぜひ明日記念すべき第1回目明日雨降らないですよね待って、でも待って天気予報最新の見てないからわかんないけど天気予報的に雨降らなかったと思うんですけど降らないことを祈っておりますあと道に迷わないこと私初めて行くんで大丈夫かなあー頑張りたいなという風うに思いました ね、そ,そうですねなので皆さん是非足を運べる方は足を運んでいただいて運べない方は是非サイトの方から視聴していただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思っております。はい、であとはそうですね直近で言ったら4月の7日に利根さやなちゃんとのツーマンライブがありましてこちらが、あのー、夜の部なんですけれども結構ご予約ピンチなんですよね。 この夜中だから本音言いますと。なので、え <laughs> っと、こちらのご予約の方も、えー、ぜひ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 早急にお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい。で、えっ、ー、と、9日にラックアイドルフェスがありますので、こちらは主催公演となっておりまして、時計 k y o MX1 ラック先取りアイドル塾の公開収録ともなっております。どうかこちらもよろしくお願いいたします。はい。 っていうことでなんかすいません結局バタバタしちゃって配信がなんですけれどもぜひよろしくお願いいたしますはいあゆか電鉄さんこんばんはありがとうございますゆっくり休んで明日に備えてくださいねってことで明日に備えなくちゃありがとうございますファイトありがとうございますファイトしますいつかひもプリもゲストで来るのかなってことでひもプリさんもゲストに来てもらえたらすごく嬉しいのでね そんな会があることを祈ってます、私は。<laughs> ね、曇りの予報です。ね、曇りか、よかった。でも雨じゃなくて、それだけでも本当に良かったです。配信お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、えー、皆さん明日は何卒よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。